対戦メンバー1番は愛知近藤辰徳、2番広島町田タイガー、3番神奈川福田智也、4番千葉加賀山敦、5番岡山三宅達也、6番同じく岡山星島太、7番岐阜川口誠司、8番石川岩本和也、9番神奈川小菅誠、以上の対戦です。発送いたします。ラインは中部勢、中国勢、南韓勢と筑後と3つに分かれての対戦、体制完了。号砲になりました。第12レースは S 級2次予選競争6つ目。さあスタート牽制入りました。9選手様子を見ながらとなります。さあ見合って見合って、さあまず前へ踏んでいきますのはどの選手となりますか。さあ牽制が入りまして、誘導員と大きく車間が開きました。さあまだ9選手牽制していますが、さあ1番の近藤辰徳が今のところは1番前です。さあまずは近藤から誘導員を追ってきます。2番町田タイガー、6番の星島太、3番の福田智也4番手、4番加賀山敦、9番の小菅誠6番手、7番川口誠司、5番の三宅達也、そして8番の岩本和也。1周目4コーナーからホームストレッチ。さあまだ9選手先頭移動員とは大きく大きく車間が開いています。さあまず内枠1番の近藤が前を追っていきます。さあそして車間が開きまして、2番手2番の町田、6番の星間がその後ろ、3番の福田、そして若干距離を置いて5番手以降、4番の加賀山、その後ろ9番の小菅、7番の川口は7番手、5番の三宅、そして8番の岩本。さあ1番の近藤が誘導員に追いついています。さあこの位置で7番の川口を待ちますか。残り3周です。さあ川口が上昇、1予選は大外追い込んでの3着でした。そして1番の近藤がその番手となります。8番の岩本が3番手入りまして、ようやく中部勢前まとまりました。7番1番8番です。2番の町田4番手、初日唯一の逃げ切りを決めましたのがこの町田大河です。マークつけます5番の三宅、今日はその町田とともに人気を背負いました。同じ岡山6番星島3番手、2番5番6番とこちら中国勢、そして後方7番手4番の加賀山が動いてきました。さあ難関ラインが上がってきます。後ろは神奈川両者、3番の福田に9番の小菅、2番の町田は下げて7番手、中段後方入れ替わります。さあ前は中部勢と変わっていません。7番の川口が誘導員の後ろ、さあそして4番手から4番の加賀山前へ踏んでいきます。誘導対比ダッシュオン回転、3コーナーから4コーナー、7番の川口が突っ張ってきました。さあ4番の加賀山を出させまいとペース上げる7番の川口、そして後ろから2番の町田、5番の三宅がつけますが、6番の星間離れて最後方、2番5番とこの中国勢両者前へ変わりました。7番の川口はこれで3番手、さあ2番の町田が先頭で残り半周を切ります。ぴったりマークは5番の三宅、2番5番と人気を背負ったこの両者前段です。3番手追走は7番の川口、最終コーナー回ってきます。2番の町田が先頭で帰ってきました。この勝5番7番と続きますが、2番の町田振り切った、5番の三宅がマーク追走の2着、あと7番の川口誠司が3着続いていましたか。2番の町田、そして5番の三宅、この2名が前へ出ました。さあ結局2番の町田大河が押し切っての1着、そしてマークしていました5番の三宅達也2着の入選で2番5番と人気を背負ったこの中国勢1-2、あと3着はやはり7番の川口誠司。ゴール通過の体制、このリプレイご覧のように2番5番そして7番とお伝えしておきます。この後審判から決定放送ありますので、今しばらくお待ちください。以上第12レースでした。それでは対戦メンバー紹介してまいります。1番徳島久米航平、2番大阪伊藤慎、3番静岡柳田和樹、
4番千葉武井大輔、5番長野上原龍、6番地元愛媛大崎ヒューマ、7番大阪松村智和、8番山梨志村隆起、そして9番は地元愛媛浜田浩二。以上の対戦です。発送いたします。ラインは地区ごと細かく4つに分かれての対戦です。第11レース、今号砲になりました。 SQ2 乗線競争5つ目、スタート様子を見て内側から1番の久米航平、前踏んでいきます。3番柳田和樹、2番の伊藤慎、7番の松村智和が4番手、6番大崎ヒューマ、4番武井大輔、5番の上原龍、7番手8番志村隆起、その後ろ、そして最後方からは9番の浜田浩二。1周目3コーナーから2センター1番の久米が前を取っています。初日特選は思い切って逃げた結果2着に残りました。ここは地元勢連れてとなります。さあその番手入っていこうと位置を上げてきました。9番の浜田、1乗線は松田を終始マークして2着。今日は久米との組み合わせが2車単人気となりました。そして3番手、同じく地元愛媛6番の大崎、初日6着でなんとか望みをつなぎました。前から3名、四国勢1番9番6番といった並びです。3番柳田4番手、1乗線は外まくり追い込み2着としています。マークします4番の武井は初日4着、こちら難関勢3番4番です。6番手から2番の伊藤、昨日は3番手からまくっての1着、前場所からきっちりと修正してきました。マークしますのは同じ大阪7番松村、2番7番といったコンビです。そして後方の8番手に5番上原、昨日は番手から出たところ捉えられて2着となりました。後ろを回る8番の志村、立て足ありますがこの2日目もマーク戦です。5番8番と関東勢後方待機、残り2周半切りまして3コーナーへ入ります。1番の久米正候補、9番の浜田、6番の大崎、四国ラインが前段です。4、5番手難関勢3番柳田、4番武井、さあそして後方から5番の上原、8番の志村連れて上がってきました。残り2周切ります。2番の伊藤も7番松村連れて上昇。さあ5番の上原が前を伺います。1番久米は無理をせず引きました。さあ誘導員の後ろ5番の上原入っています。その外2番の伊藤、誘導対比、そして金が入って3コーナー、2番の伊藤が先頭に変わっています。7番松村が番手マーク、3番の柳田外を踏んでいきます。さあそして1番の久米も外から上がってきました。3番の柳田、2番の伊藤ともにペース上げます。さあ3番手外並走から1番の久米がまくってきます。9番の浜田、6番の大崎を連れての仕掛け、さあ2番の伊藤が先頭を守っていますが1番の久米が捉えました。3コーナーへ入るところ、9番の浜田、そして6番の大崎は絡まれた。1番9番とこの両者が抜け出して最終コーナー回って直線コース、あとは一騎打ち。1番の久米、追走は9番の浜田、1番9番、そして2番四国ワンツー体制、1番の久米航平、そして9番の浜田浩二、この両者が人気に応えました。ライン3番手6番の大崎は絡まれてしまいましたが、1番の久米航平、そして9番の浜田浩二が続きまして1番9番といった四国ワンツー体制、あと3着で入線しましたのは2番の伊藤慎、ゴール通過1番9番そして2番の体制。1番9番2番とお伝えしておきます。3者後方から上昇、まもなく残りは2周回です。8番の金子が前へと踏んでいきます。誘導対比1コーナー、さあ金子先頭に変わりました。4番の相川が2番手、7番の池田、その関東勢の外を通って四国勢、2番の吉田、6番の網谷、さあそして1番の林が発進です。同期の2番の吉田の外を通って1番の林が先行体制、ジャンが入って3コーナーから4コーナー、林マークは同県の5番の坂本、福岡2社が前段に変わりました。縦1列最終周回に入ります。
8番手から3番の近藤が巻き返す。現在6番手の外あたり、最終周回の2コーナーカーブします。1番の林が先行、5番の坂本がこの後ろ番手マーク、3番手やや車間がありまして2番の吉田、さあそして8番の金子がまくってきました。現在3番手外、3コーナーから4コーナー、2番の吉田動けない。1番5番迫ってくるのは8番の金子、直線帰ってきました。1番の林が先頭、外から8番の金子、3番の近藤も迫って8番と3番。4コーナーからホームストレッチ、さあ後ろから中四国三社上昇、その動きを見て8番の小島前へ踏んできました。5番の北野連れて、さあ一度先頭に変わります。9番の竹内が外外を回って前を伺います。さあそして4番の菊池も外へ持ち出しています。今ジャンが入って3コーナー、9番の竹内が先行体制入りますが、そこを4番の菊池が叩いていきます。1番の柿沢乗って7番の津村3番手入ります。3番の松尾がその後を追走、さあこれで9番の竹内は5番手、6番の三好、2番の北村と続きまして石川両者後方です。8番小島に5番の北野、さあやや縦長の展開、残り半周切ります。さあ依然先頭は4番の菊池、1番の柿沢番手マーク、絶好の展開、7番の津村この後ろ3番手を追走、さらには3番の松尾で直線帰ってきました。さあ4番の菊池が先頭、番手から1番、さらには7番と追い込んできまして、1番の柿沢がかわしたか。マーク追走、2番の西岡に7番吉永、中四国三社位置を上げてきました。残り2周切っています。前で待ち受ける6番の谷口、そう9番の坂本を内に封じ込める4番の吉武です。誘導対比、2コーナーからバックスイッチ、4番手以降は並走となっています。今金が入りまして3コーナー、6番の谷口が先頭です。番手は3番の村田、8番富永が3番手、さあそして中段は取り合いとなりました。9番の坂本が打ち、外4番の吉武、その両者で4番手争っています。その後は1番の亀山追走、そして後方もつれて2番の西岡弾かれて最後尾。さあ中段は9番の坂本、4番の吉武まだ争っていますが、9番の坂本を取り切った、そこからまくる1番の亀山が追走、6番の谷口が先頭、番手3番の村田が牽制見せる。さあそして後ろもつれて5番4番転倒のアクシデント、直線コース帰ってきまして3番8番と追い込んできまして、1着は3番か、あとは8番が内側2着の入線。さあ縦一列崩れて2番の松岡、7番手から上がってきました。5番の門田も前踏んでいきます。残り2周切って1コーナー移動対比、2番の松岡先頭に変わりました。さあ熊本三社一度前へ変わりましたが、5番の門田外からペース上げます。前を抑え込んできました。1番の木村、そして6番の郡、この三社前段に変わってジャンが入っていますが、今度は7番の天貝です。天貝が先頭に変わりまして、3番の斉藤、4番鹿内が乗って東の3社前段に変わりましてラスト1周です。4番手5番の門田、そしてその後は並走に変わっています。2番の松岡が内側、そして外1番の木村、門田の後は並走状態が続きまして残り半周に入ってきます。さあ7番の天貝が先行、そして後ろからは9番の中村、自力転じで現在3番手外、7番3番4番、その外からは9番の中村で直線帰ってきました。さあ7番の天貝、その番手からは3番の斉藤としのぶですが、外5番、5番の門田、最後ゴール前逆転となりましたか。さあ今のところ1番前は1番の伊藤ですが、その外3番の小原上がってきました。4番の大山を外へ持ち出して上昇、さあ各ラインが動きます。誘導対比しまして2コーナーカーブ、3番の小原、そして外4番の大山、
さあ3番の小原が突っ張りました。今金が入って3コーナー、番手マークは7番植木、3番7番、4番の大谷は3番手に入りまして立て直します。さあ一方九州勢は下がって後方です。1番の伊藤6番手から発進です。5番の中村連れて前踏んできました。3番の小原もペースアップ。最終周回2コーナーへ向かうところ、1番の伊藤に先頭は変わっています。5番の中村この人懸命に追走、1番5番と前に出ました。九州勢残り半周切ります。3番の小原は先頭から数えて3番手、そして後方に4番ですが大谷は失速です。1番5番といった体勢直線帰ってきました。1番の伊藤が先頭です。この後は5番7番も突っ込んできますが、1番1着そして2着は5番で、あとは7番と6番の3着争いでしょうか。さあ振り返って様子を確認しました。2番真船、外を通っては6番の高平、高平が前を伺います。誘導対比1コーナーから1センター、2番真船が先頭で突っ張りました。さあそして6番高平が4番手となりますが、外を通っては1番木戸、4番の森谷連れて前へ変わってきます。さあ内側から6番高平も攻め込んで3番手入りました。2番の真船は結局5番手で金を迎えています。3コーナーから4コーナー、1番の木戸が先行体制入りまして、番手追走は4番森谷、1番4番と岡山西は前段に変わりました。さあ1番木戸このまま流れを作ります。3番手追走は6番の高平、そのマークは3番の八尋、そして後方に東日本ラインです。2番の真船がその5番手からまくり返す。2コーナーからバック設置、7番の田村を連れていますが、5番の野村は離れている。さあ現在3番手外、さらにまくっていく。4番の森谷が番手で外へ振りました。内側スコットのは7番田村、直線コース帰ってくる。1番の木戸、その後ろは7番の田村、7番田村正宏が抜け出して1着、そして4番の森谷がゴール前突っ込んできまして2着となったのか。さあその後方2名上がってきます。ホームへ帰りまして、まもなく残りは2周、4番の針の外を使って上昇誘導対比、3番の上原が少し突っ張ってきましたが、4番の針のに前は変わりました。さあそして1番の外田、位置を上げて3番手に入ります。そのマークは5番の葛西ですが、内側3番の上原がさあ3番手インに入りました。3コーナーから4コーナー、3番手4番手が並走です。3番の上原が内からさらに前踏んでいこうとしますが、外側から1番の外田慎と、さあ一気にかましてきましたが、5番の葛西は連結離れて現在は4番手、最終周回2コーナーへ向かうところ、1番の外田飛び出して2番手以降は車間が空いています。現在2番手追走は4番の針野ですが、徐々に差を縮めていく。2番の岡本がその後ろ追走、5番の葛西4番手、そして後方に3番6番といった体勢。さあ2番手から4番の針野、針野が追い込んできました。直線が返ってきます。4番の針野、2番の岡本、2番の岡本壮が内から追い込んで1着、そして2着3着は4番と5番の争い。4番の針野に5番の葛西が並んできました。前を取りました7番の佐藤、力上位の存在。さあ後ろからは4番の佐伯が上がってきます。5番の伊藤も上昇、残り2周切って1コーナー、3番手外で一度止まりました4番の佐伯、追うようにしましては5番の伊藤、伊藤も外並走の形。さあ地元の4番の佐伯がさらに前へ踏んでいきます。7番の佐藤も突っ張っていこうとしますが、4番の佐伯が先頭に変わりましてダッシュを迎えています。その外を通っては5番の伊藤、伊藤が先行体制入ります。さあこれで2番手は4番の佐伯です。そして7番の佐藤は3番手、さあそこから仕切りました。最終周回の1コーナー、5番の伊藤が逃げますが、4番の佐伯、7番の佐藤ともに前へ踏んでいく。さあ7番の佐藤が力でねじ伏せていきそう。2コーナーからバック設置、さあ先頭に変わりました7番の佐藤、そして乗っていますのは6番豊岡、さらには2番の流れ、続きまして4番の佐伯が4番手。3コーナーから4コーナー、前3名は7番6番2番の体勢、最後の直線を迎えます。7番の佐藤美奈が先頭で帰ってきました。この後ろ食らいつく6番の豊岡、7番6番そして2番です。
さあ4番の高木が5番手から上昇、追っていきますのは5番の吉田、そして7番の広木も後方から上がっています。その3者がさあ位置を変えてきました。前は3番の止め、そして2番手に入った4番の高木、その後ろ5番の吉田、7番の広木と続きまして6番の山原は下げて5番手、2番の田口、そして1番の松尾と続きます。さあ金が入って2センター通過していくところ、3番の止めが先頭です。この後ろ車間を開けて2番手4番の高木、6番の山原を警戒します。その山原は5番手、さあ7番の広木が前に踏んできました。現在3番手外、さあそして6番の山原も発進です。最終周回2コーナーへ向かうところ、3番の止めから先頭は4番の高木に変わってきますが、6番の山原は中段の外、さあそこから最終バックさらにまくっていきます。乗っていますのは2番の田口、3コーナーから4コーナー4番の高木並んでいこうと6番の山原、そして2番の田口がその後追っています。最終コーナー回ってきました。4番の高木、外からは6番の山原、山原さくらが人気に応えた。そして内側には4番の高木が残っていましたが、外からは2番の田口。さて1列ホームへ帰りまして残り2周回へ入ってきます。1番の鈴木が前を取っています。2番手2番新井、7番の佐々木、5番布井は4番手に入っています。さあそして動けるタイプ3番の柳原は5番手、6番渡り口も機動力あります。4番神沢最高峰、さあ4番手から5番の布井、ジャンワイズにゆっくりと上がってきました。さあそして3番の柳原も発進です。6番の当たり口がその後を追走、各選手ホームへ帰ってきました。3番の柳原今日も先行策です。番手追走は6番の当たり口、この後ろ3番手以降は少し車間があります。1番の鈴木が追っていく、そして2番の新井がその後ろ、5番の布井は下がって5番手から6番手、7番の佐々木がその内側から上がってきます。バックストレッチから3コーナー、さあ佐々木が縦踏んできました。現在4番手外、3コーナーから4コーナー、3番の柳原先頭、そして6番の当たり口、1番の鈴木は4番手から3番手から外へ持ち出した。直線コース帰ってきました。1番の鈴木が追い込んできますが、3番の柳原とゴール前勝負。